こんばんは、ハチミンです。本日は視聴者の皆様に大事なご報告があります。実は2020年5月中旬頃から原因不明の病気になっていて、現在までリハビリや就活などをしていました。約3年間リハビリや就活などをした結果、完全に病気は治っていませんが、新しい職場で働くことになりました。仕事を開始する際にメインチャンネルとサブチャンネルについてどうなるのか、また新たな方針をご報告させてもらいます。結論を言うと、2つのチャンネルに大きな変更点はないですが、少し変更をします。ここでメインチャンネルとサブチャンネルのそれぞれに分けて変更点をご報告させてもらいます。ハチミンチャンネルの変更点、まずメインチャンネルの変更について、現在メインチャンネルは約2日に1回投稿しています。6月1日からこの頻度を変更します。仕事に専念するために6月1日から2日に1回の投稿をしばらくの間不定期投稿とさせてもらいます。おそらく撮影する時間が取ることができないと思います。ですが時間が取れて撮影や編集ができるようになりましたら、その都度動画を投稿していこうと思います。投稿内容は未定ですが、相鉄、東急、JR、バスを使った企画&鉄道の発着の動画が多いかもしれません。あらかじめご了承いただければと思います。メインチャンネルのハチミンチャンネルについて変更点は以上となります。ハチミン散歩&観光チャンネルの変更点、次にサブチャンネルの変更点について、現在サブチャンネルは1週間に1回投稿しています。こちらも6月1日からこの頻度を変更します。サブチャンネルは5月28日から約1ヶ月間お休みとします。この期間は目安です。さらに1ヶ月以上伸びるかもしれません。散歩場所が未定でどこを取り上げるか決まっていません。また時たま指名クイズを取り上げようと思います。本当に散歩場所をどこにするか未定で決まっていません。皆様のお力をお借りすることができたらと思います。もし皆様からこの辺りを散歩してみてくださいや、この辺を取り上げられますかなどのご意見がある際はコメントをいただければと思います。ただメインチャンネルとの整合性ですぐに採用できるか未定ですが、皆様からいただいたコメントなどは時間がかかっても必ずやるので、皆様からコメントをいただければと思います。ただ1ヶ月のお休みを経過した時点で時間が取れて撮影や編集ができたら投稿を再開しようと思います。その際内容は今までと少し変える予定です。確実なことは言えませんが、おそらく散歩で訪れた先の風景の他におすすめの食べ物などを取り入れる予定です。内容変更が決定した時には別途改めて皆様にご報告させてもらいます。サブチャンネルのハチミン散歩&観光チャンネルについて変更点は以上となります。6月1日以降メインチャンネルのハチミンチャンネルとサブチャンネルのハチミン散歩&観光チャンネルの投稿頻度の変更点についてのご報告でした。現時点でそれぞれ2つのチャンネルの投稿頻度の変更点以外は今のところありません。もし仮に変更が生じた場合、ハチミンチャンネルとハチミン散歩&観光チャンネルのそれぞれのコミュニティまたは僕のツイッターにてその旨のご報告を投稿いたします。なお僕のツイッターはこの動画の概要欄にリンクを貼っておきます。もしよろしければ僕のツイッターをフォローお願いします。なお撮影した動画のストックや僕自身にも余裕が出てきた際、メインチャンネルは2日に1回、サブチャンネルは1週間に1回に投稿頻度を戻すことも検討するかもしれません。その際それぞれのチャンネルのコミュニティや僕のツイッターなどにてご報告させてもらいます。僕の都合で6月以降の動画の投稿頻度を変更して楽しみにしている視聴者の皆様には大変申し訳ないご報告となってしまいました。視聴者の皆様には大変申し訳ないです。改めてお詫びを申し上げたいと思います。本日の動画はこれで終わりとなります。今回は鉄道企画やバス企画ではないですが、皆様に大事なお知らせをと思い急遽この動画を作りました。今日はいつもの動画と違い視聴者の皆様へご報告動画となってしまいました。主に6月1日以降の投稿頻度の変更で視聴者の皆様には少し混乱させてしまい大変申し訳ございません。
このような変更をしてしまいますが、今後ともハチミンチャンネルとハチミン散歩&観光チャンネルの2つのチャンネルをよろしくお願いいたします。5月31日までは2日に1回の動画投稿を続けます。もしお時間がある際にはご視聴いただけると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。